皆さんこんにちは。希望の日本再生チャンネル、今回も二瓶千賀子先生をお招きいたしまして、お話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう前回前々回、前々回ともめちゃめちゃ面白かったんですけど、前回その日本語の主語がないっていうあたりのご指摘から入っていって、そのことと今度はそのいわばその英語圏においてももともと主語がなかったんじゃないか、でそれがやたら主語愛っていうのが多用されるようになった背景に何かこう資本主義みたいなものがあるんじゃないかっていうところで終わったと思うんですけども、そのことについてこの本の中にめちゃめちゃ詳しく書かれてるということで、その先生からですね直接お話を伺いたいと思います。はい、スタインベックのあれですね、怒りのブドウのところの話だったと思いますね。はい、はい、あ、そうですね、まさにその開拓時代ですね、はい、アメリカの開拓時代にどんどん、まあ、資本主義の思想が入っていって、でその時代はおそらくもうアメリカの一つの転換期だったのかなと思いますけども、そのアメリカンドリームっていうものが、はい、ある意味ちょっとこうもう終わりに近づいてきているというか、そこで資本主義という思想が大きく入ってきてくるわけですよね、はい、で大きなそのスタインビックの作品では怪物っていうふうに描かれてますけど、銀行っていうものが入ってきてですね、はい、それまでの農家の人たちがからどんどん土地を買い占めてしまって、はい、で農家の人たちが自分たちで野菜を作るのではなく、うん、もう雇われて野菜を作らなければいけなくなるってなる、うん、でそうなるとどん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 愛から離れていくっていう話になっていくわけですよね、うんうんうん、で前回か、ま、前のお話で私はその作物を作るっていうことのお話をさせていただいたんですけども、やっぱり自分の、ね、手で作業させていただくっていうと、やっぱり愛がこもって、はい、その野菜をいただくっていうのはやっぱり愛をいただくっていう行為になるんですけれども、うん、やっぱり雇われて仕事として作物を作る、はいはいはい、でその作物は自分が食べるわけじゃないんですね。自分は作物を作って賃金をもらう、でその賃金でお店に行って何かを買うんだって、はい、まあ、そういう今普通に当たり前のシステムがどんどんできていく中で、はい、無駄がどんどんどん出てくるわけですよね。その売れるか売れないかで作物が判断されてしまう。日本なんて分かりやすいですね。JA の企画に、はい、重なるか重ならないかで、もうキュウリまっすぐじゃないからって言って捨てられるっていう、そういう作物たくさんあると思うんですよ。キュウリね、曲がってる方がうまいんだ。そう、本当にもう全部野菜は個性で人間と一緒で、そう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 、本当に畑で育ててみると分かりますけども、はい、もう育てているとどれ一つ多分 JA の企画に合格できないんですよ。だけど全部美味しいんですよ。だけどそう考えるとどれだけのお野菜が捨てられているのかなって、もう本当に悲しいですよね、はい、ね、日本の場合は その行き先がほとんどあまりなくてですね、オーストラリアとかだと必ずそういうところがあったんですよ、はい、企画外のものを安く買えるっていうコーナーが必ずスーパーの隅っこにあったりだとか、とにかく無駄にしないとかですね。それは例えばオーガニックのお野菜でちょっと形が悪かった、うん、形が悪くて、そうです、形が悪いってことで評価しないですね、向こうは。虫食いだとかですね、 あまりに例えば熟しすぎたバナナとかですね、そういうものは安く売りますけど、形の美しさで評価しなかったですね。基本的に量り売りなんですよ。そうなんだ、うん、1個いくらにしてしまうから企画ができてしまうわけですよね、はい、同じ長さのキュウリじゃなきゃダメとか、同じ大きさのブロッコリーじゃなきゃダメになってしまうんですけど、量り売りにしてしまえば大きくても小さくても長くても短くても関係ないので、はいはい、でも向こうは野菜もフルーツも量り売りでした。日本もそうすればいいのにって思いますし、 その分ゴミが減るんですよ、はいはいはい、プラスチックゴミが減るじゃないですか。わざわざ個包装しなくていいし、手間もかかんないし、そうなんですよ、はい、それもういちいちね、全部3つごとにこう玉ねぎ包んでしまうとか、それだけだいぶゴミが、家庭内ゴミがだいぶ出ますよね。出ますね、はい、だからやっぱりその資本主義に合わせて、うん、まあ、多分生産者としては売れるような、まあ、はい、
対策でやっているんでしょうけども、結局もうちょっとこう大きな目で見ると、うん、はい、無駄じゃないかっていうものがたくさんありますよね。はいはいはい、でこの作品でも出てましたけど、はい、その大量にオレンジが売れ残ってあると、はい、でじゃあそれをまず貧しい人にあげればいいじゃないかって話になればいいんですけど、そうはならないと。オレンジ食べれない人が目の前にいっぱいいるにもかかわらず、そうですね、そこ目の前でガソリンまいて焼いてしまうわけですよね。でそれは実際もうどの国でも起こっていることだと思うんですけど、日本でも起こってますね。近いところだと牛乳がね、うん、もう取れすぎちゃったからって、捨ててしまう。そうですね、でも一方で外国から牛乳輸入してんだよね、うん、何が出てるんだろうなんて本当ですよね。チーズでも何でもだいぶ輸入していて、はい、そうなんですよ。本当に大きい目で見ればなんかこう本当にそれは効率的なのかとか、はい、生産性があるのかっていう疑問を持つところってたくさんあると思うんですけれども、なんかこう近視眼ですよね現代人って、はいはいはい、常にここだけ見てここで利益が出ていれば OK、はい、でその裏で なんかおかしいんじゃないのってことが起きてもまあいいじゃないかっていうふうになってしま う、うん、こう全部捨てしまうぜ。でそうですよね、はい、その会社の利益が上がっていれば、はい、そっちの方で何万個っていうオレンジが燃やされてても、うん、まあいいじゃないかっていう、おかしいんじゃないかな、まあね、みんながお口のところにこういうふうにやっていてもね儲かるからいいじゃないか、いやそう、迷惑消費者、ね、迷惑消費者も儲かるからいいじゃないか、何回目7回目ですなんてね結局資本効率っていう中で、うん、売れるか売れないかっていうことだけで判定してしまう、うん、そこに愛もなければ感謝もない、うん、で愛もなければ感謝もないっていう中で育ってきたものあるいは育てられたものを食べて、で、人間の体って食べたものからしか出来上がってないから人間自体も愛を失う感謝も失う、うん、っていうことなのかしら。そうですね、いや本当にそうで、感謝ってエネルギーなんですよね。感謝はエネルギー、人間って本当にエネルギーを吸収して生きてるんですよ。で、うん、いいですかちょっと変な話ですけども。いやいやいや大丈夫大丈夫、はい、夫は整体師なんですけどエネルギー整体っていうものをやっていてですね、どっちかっていうと、まあ、矢作先生とか先生をお呼びになってお話しされているので、うんうん、近いところがあるかなと思うんですけども、はいはい、そこ聞きたい聞きたい見えないものっていうものに常に人間って実は影響されて生きてるのが当たり前ですよね、はいはい、でその中の一つエネルギーだと思うんですけども、うん、さっき人間は流れるものが流れて健康が保たれるっていう話を、はいはいはい、いただきました。一番、はい、第1回目かなさせていただいたんですけれども、面白い実験をしている人がいてですね、はい、例えばありがとう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 、うんうん、ありがとうありがとうってこう10回言ってみると体がほぐれるんですよ、はい、で体がほぐれるっていうどういうことかというと滞りがないので流れるものがよく流れますよね、はい、出るべきものも出ますよね。だけどこれはバカ野郎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 で10回言ってみると体が緊張するんですよ。これは実際やってみると分かるんですけども、いろんな形で実験はできます。前屈やってみてもいいですし、なんかこう力が入るかどうかっていろいろできますけども、うん、まあ、そういう分野があるんです、まあ、量子力学に近いところがあると思うんですけども、実際に本当に人間の体は硬くなるんですよ。じゃああれですね、運転中に何の車が来たくちょっと足のことやろとかってやってると事故率上がるんじゃないですかまずい良くはないんですよねそうなんだ。なので、まあ、つまり体が硬くなるどういうことかというと、流れるべきものが流れにくくなるわけです。でそれが行き過ぎると滞りが発生しますよね、うん、でそれを腫瘍って言ったり、ひどいものだと癌とか言ったりっていう風になるんですよ。いや運転中に前走ってるトラクターとか軽自動車がもう制限速度ぴったりでもうゆっくりゆっくり走って、いても、いやあなたがゆっくり走ってくれてるおかげで僕は安全運転ができる、ありがたいな、ここは感謝しなければならないとこなんだなってこうってなってると、柳先生の体も健康なんですよ
これからそうかです、今日から実践しよう、ね、まさにそこでおかげでって先生もおっしゃって、はい、もうこの、はい、こいつのせいでってなるんじゃなくて、この野郎この方のおかげで今日も安全ってぐらいのですね。でもいろんなこうなんて言うんでしょう、あのよく仏教でははい、偶然ってないって言うじゃないですか、全ては必然だって言うじゃないですか、はいはいはい、なんかたまたま遅いトラックが目の前にあったっていうことが思いますけど、たまたま運が悪いなとか思いながら、はい、実はそのおかげで事故に逃れてたとか、そういうケースって私たちってたくさんあるって言われてるんですよね。それは見えないものに何か作用されてとか、はい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 、守ってもらってる、その感じはすごくあるもありますし、はい、直感が働いてるとかですね、よく言いますけれども、はい、なんかそれをだから感謝って実は非常にあの科学的な感じで、そのだから感謝してると病気にならない。あで実際にあの昔でよくその臓器によって、はい、臓器が悪いところと感情が全部一致してるっていうよく話がありましたよね。えよく例えば胃が悪くなるっていうと、うん、怒りっぽい人だとか、その、うんうんうん、確かあの臓器一つ一つに感情が一つずつつながっていて、例えば肺を悪くする人は、はい、あの悲しみの感情が強いだとか、そういうものがあの昔のおそらくあの 中国の医学とかからもつながってたんだと思うんですけれども、ああの本道って言ってあのよくあの漢方とか乱方とか言うじゃないですか、うんうんうん、であの漢方っていう言葉って実は乱方っていう言葉が生まれたんでカウンター的にできた言葉で、もともとは本道、本屋さんの本に道と書いて本道って言ったんですね、うん、日本の医療の道、あ、はい、あ、そこではもう内臓一つ一つに感情があるっていう、はいはいはい、まさにその通りで、うん、その負の感情ですね、喜びというよりは、はい、まあ、怒りっぽい人って胃がんになりやすいとかやっぱりそういう傾向ってあるらしくてですね、いやいやいや、でもあの先生は常にもあの日本人への感謝っていうのを伝えることをお仕事とされているので、もうそれを続けていたらもう絶対病気にならないと思うんですけども、でも本当にそうで、あらゆるものに感謝していればおそらく免疫は常によく保たれてですね、自分で自分の健康を保てるっていうふうに、はい、なかなかこれをすぐにあの受け入れられる人はなかなかいないんですけれども、でももう量子力学とかの話でも、はい、結構あの科学的に証明されているという話もありますよね。なのでまさにその先生が発信されていることって、いやいや感謝しましょうじゃないですか、まあ、その日本ってこんなに感謝できる国じゃないですかっていう、感謝しましょうというか僕自身がありがたいなっていう思いで、うん、そうですね、言ってそのことをただそのままお伝えしてるだけなんですよね。 でそれを見て皆さんが多分心地よく感じるんですよね、はい、その通りだって思って、うん、そのように同じように同じ先生のように考えたいって思って考えると一緒に幸せになるんですよね。考えると幸せになる、あのその感謝、同じ先生のような考え方、はい、感謝する、はい、感謝して生きようってなると、はい、本人も生きやすくなる、でそれは結局幸福なんだと思うんですよね。うん、で本人も書いてますけども、はい、結局幸福って自給自足するもの、幸福は自給自足するもの、うん、ほうその、はい、外から来ると思ってる人がほとんどだと思うんですよね。はい、あ、書いてある、あ、あったあったあった、はいはい、そうなんですよ、うん、なんかこう運は尽きるものだとか、はいはいはい、足りなくなる、こう今日使ったら明日ないとか、はい、そういうふうに考えがちだと思うんですけども、はい、結局どういう意識で生きてるかだけなので、うんうんうん、あのよくあるじゃないですか、コップ半分の水を多いこんなにありがとうと思うか、これしかないのかって思うのかっていうのと一緒で、はい、あのね、日本人として生まれたことで感謝できるかどうかっていうのは、はい、もう意識の問題であって、うん、日本がどうなのかの前にあなたが日本をどう捉えるのかっていうあなたの問題になりますよね、うんうん、つまり自給自足になる、自給自足なんということですね、うん、そうか、わかりました。あの幸せは自給自足だということです。自分たちで、ね、自ら幸せっていうものを掴んでいく、はい、それは人から与えられるものではなくて自分自身の心の持ち方でいかようにも変わってくるし、今の向こう側にしか未来がないということは、今この瞬間に幸せを自給自足していこうとすれば必ず幸せな未来がやってくるというふうに考えてきたのが日本人だという解釈でよろしいでしょうか。そうですね、はい、はい、いや勉強になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやもう今回も4回連続で二瓶先生のお話を伺いましたけども、もうめちゃめちゃあの勉強になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。希望の日本、再生チャンネル。
まだまだこれから。